気持ちが冷めたので距離を置きたい。半年間考えたけれど友達のままでいいと思った。付き合っている時に戻ったのではないかと錯覚するぐらい幸せな時間でした。相手を本当に幸せにしたいな、2人でまた一緒にニコニコ笑うその1日を取り戻したいなって思うことに何の罪もないんです。では、皆さんこんにちは、立花事務局の中川敦史です。では本日もですねこちらの復縁チャンネルであなたの復縁が最短最速でできるノウハウテクニックについてお話をしていきたいと思います。まずはですね、まだお受け取りしていないという方、 あなたですね、あなた、今すぐお受け取りください。復縁の成功ノウハウがギュッと詰まった90日間のステップアップメルマガ、こちら無料で配信しております。ご登録いただくのも無料、ご解約いただくのも無料で、できるものになっておりますので、ぜひこちら受け取っていないという方はですね、まずご登録して復縁の知識っていうのをより深くですね、より多く高めていただきたいと思います。で、2点目ですね、私と立花が吹き込んであるこの音声版の復縁攻略完全音声ガイドですね、こちらを50本分無料でプレゼントしております。これの受け取り方法はですね、この概要欄のところカチッと、このね逆三角形のところポチッと押してください。そうするとですね概要欄がずらーっと出てきますが、この上の方に LINE アットのご登録のフォームがございます。フォームといってもボタンをポチッと押していただいたらそのままご登録になりますので、そのご登録後にですね、自動で送信されてきます。皆さんのですねこっそりでもその受け取っていただいて、復縁活動にお役立ていただければと、そういうふうに思っております。で、最後ですね、この3つ目ですが、プロの復縁講師にですね、復縁のご相談、復縁の成功の仕方ですね、自分の今の行き詰まり悩み全ての解決をですね、復縁の完全無料で、プロの講師とステップアップレッスンというのが、完全無料でお受けすることができます。ぜひですねこちらお受け取りいただいてあなたの復縁活動にそのままご活用ください。プロの講師にですね、うち13名います。女性の講師もいますし男性の講師もいます。非常にですね多彩な講師たちがいらっしゃいますが、あなたの恋愛経験に基づいて、そこから得意な分野に分けてですね講師の選定を行っていっておりますので、あなた自身が、こんな悩みなんですけれども、ご相談できますかと、こういうことをですね寄せていただきましたら、あなたにぴったりのですね復縁プロの講師がついてあなたの復縁成功をサポートしていきますので、ぜひ頼ってください。はい、では長くなりましたが今日の本題ですね。今日は実はちょっとパソコンを持ってきておりまして、このパソコンにですね実はお手紙をいただきましたので、このお手紙を読ませていただきたいと思います。前半の部分はちょっとお手紙でですね、後半の部分ちょっと私のお話ししたいんですが、これは非常にですね熱いというか、僕も難しいケースかなって思っていた方が実際に成功されてですね、その方からいただいた、お便りでございましたので、皆さんにご共有させていただければと思います。実際にご自身がですねこの成功者、こういう風に成功する人いるなら僕も真似よって、それを真似ていただくだけでもいいと思います。実際にいただいたお手紙ですのでそのまま読ませていただきます。で、この方ですねメール相談だったかな、うちじゃなくてですねよそのメール相談なんかも使っていた方なんですが、全く復縁が進んでおらずですねうまくいっていなかったと。で、その彼の態度がどんどん冷たくなっていくというところがあってですね、焦って、うちの弊社の方にですね、お越しいただいたんですけれども、うちのスーパー復縁塾って言われるですね復縁のサポートを受けてですね、彼が優しく接してくれるようになり、彼の態度が見違えるように変わってきたということを体験談とですね、そのご感想をいただいたのでお話をします。で、今回担当したのは僕ではございません。弊社の講師のですね野村という講師が担当した方のですね、その方の感想という形になります。20代の女性の方です。20代後半の方なんですけれども、20代女性の方です。彼と付き合っていたのは2年ほどになります。私が相手の気持ちをあまり考えずにすぐに不満を口にしたりしてしまっていたので、わがままを言い過ぎたり焼き餅を焼いてしまったせいで相手の気持ちが冷めてしまったようで、付き合って1年半経ってから気持ちが冷めたので距離を置きたい、こう言われました。それから半年が経ち、私はその時立花さんの弊社のこのね、動画に会い、復縁塾のことを知らず、インターネットや復縁の方法やメール相談を利用して闇雲に復縁に取り組みましたが、結果的にうまくいかず、相手から半年間考えたけれど友達のままでいいと思ったと言われ、完全に別れることになってしまいました。そこから諦めきれず、いろいろネットで調べていて、再度このチャンネルにたどり着いてですね、立花さんの復縁塾、立花事務局を見つけて復縁塾を見つけて
けて利用させていただくことになりました。某ですね、メール相談サイト等では返事が返ってくるのにとても時間がかかり、リアルタイムで聞きたいことが聞けなかったのですが、立花さんのところでは困った時にすぐに講師に電話で相談することができるので、一人一人に合った復元方法を知ることができました。今ではとても頼りに思っており、いつでも的確なアドバイスが聞けてとてもありがたいです。完全な別れを言われてから1ヶ月半ほど経ち、彼を食事に誘ってみたものの、ダイエットをしているから外食は控えていると、こう言われて断られてしまいました。別れたとはいえ、友達としては付き合いたいと言われていたので、断られたことがものすごくショックで、私はよく泣いていました。まあその時にちょうど野村さんが心配してくださり、野村さんから電話をいただき、会える方法を教えていただきました。誘い方やメール文章や内容、相手がデートに OK してくれるタイミングなど教えていただき、そのアドバイスを意識して少し間を空けて LINE を送ってみました。そうすると普通にいいよと食事に行ける返事をもらうことができました。彼から早い返信と普通に即答でいいよの返事が受けた時は、前回断られたのが本当に嘘のように感じられました。最初は某メール相談サイト等をずっと頼っていたせいで会うことができず、会えていない間がとても長く感じましたが、野村さんのおかげで久しぶりに会えてとても楽しい時間を過ごすことができました。会っている時も野村さんから教えてもらった通りのことを意識しましたが、思わず付き合っている時に戻ったのではないかと錯覚するぐらい幸せな時間でした。いいですね。野村さんの言葉がなければ復縁どころか友達としてスタートすることすらも諦めていたかもしれません。本当にありがとうございます。おかげさまでかなり好感触な復縁の第一歩がようやく踏み出せて、自信を取り戻すことができました。これからも明るい気持ちを持って頑張っていきたいです。で、野村先生、これからもお世話になります。お世話になります。こういう感じでですね、メッセージをいただきました。こういうお便りありがとうございます。素直にですね、私たちもこうご利用していただいて、そしてですね、そこで一つでもこう一歩成長したな、ご飯に誘うことできたな、うまく変わったな、相手の反応が少し変わったな、こういうことにですね、一喜一憂って、あんま良くないってね、一般の方はなんかそう言われますけど、僕は復縁の時はそうじゃないんじゃないかな。こういう今までご飯行くのなんて付き合ってたら当たり前だったと思います。でも別れて今は当たり前じゃないんです。でもそのことができるようになった時、本当に心から嬉しいな、またなんかいいよって普通に OK くれたなって心から喜べる、この方が素敵なんですね。ちっちゃなね、成功体験っていうのを積み上げていかないと本当の成功って手にできないんですよね。ですから、なんか僕は今日これをですね、受け取った時にぜひ皆さんに共有させていただきたいな。これ実際にいただいた文章ですからね、実際にいただいた文面でもそのままお伝えしておりますけれども、ぜひですね、僕らにメッセージをくださいねと、そういうわけではなくですね、ぜひですね、うまくいったなって思った時に大きく自分で喜べる自分を作ってくださいということです。なんか復縁成功するまでは私はもう一切喜ばないみたいなね、もう復縁成功一択のみ、それ以外は私は成功と認めないみたいなですね、強気な、なんていうのかな、ストイックな、こう腕を組んでうんってこうやってやってるだけではですね、なかなか途中途中でですね、くじけてしまうということがございますから、あの時よりもこう良くなったな、振り返ってみて、あのどん底だった時よりもこう変わったなっていうのを皆さん一つ一つね、発見していただきたいなというふうに思います。今日ね、後半で僕の話をしたいというふうに言ったのはですね、皆さんなんで復縁活動を頑張ってるんですかということです。この動画を見てですね、この今日感想文かよと思って飛ばした方もいるでしょうし、別にそうやって真剣に不真面目にやっている方はどうせ復縁がうまくいきません。不真面目な方がですね、成果を取ると、何も勉強していない方がですね、何かの成果を取るということはまずないわけですね。僕は勉強にすごく不真面目でしたから、皆さんに笑われますよ。地元の人とかにもですね、本当に笑われるぐらい勉強なんて全然できなかったですから、不真面目なことでですね、いい大学に行けたとかね、いい高校に受かったという経験は僕はございません。お恥ずかしい話なんですが、でも一つですね、この真面目にやってきたことっていうのが僕にもあってですね、このお仕事もそうですし、私はその会社に勤めた上でですね、仕事ということは真面目に毎日やってきて、それが功を奏してですね、昇級させていただいたり昇格させていただいたりですね、徐々にその自分が向かっている先に近づいているなと、こういうふうに感じることもございます。つまりですね、毎日小さなことのこの体験を積み重ねていって、それが本当に掴みたい先にですね、つながっているかどうかということが非常に大事ですし、皆さんがですね、復縁なんでしたいんですか、こういう話をしたのはですね、誰が決めるわけでもないということです。彼彼女があなたに復縁したいって思ってねー
って言ってないじゃないですか。ちょっとこれ傷つくかもしれないですけど、現実彼彼女はあなたが復縁を望んでいることを望んでいないわけです。すごく本当にこれは冷たいかもしれないですが、本当にそうなんです。ですから誰が望んでいるのかというはですね、復縁って自分だけなんですよ。望んでいるのはその自分の望みを叶えるということが僕はすごく大事なことだと思っていて、その相思相愛にいずれはなると、この相思相愛にまた1ヶ月前のあの時の、半年前のあの時の相思相愛にまたお二人が戻れば、あれはものすごくお二人にとっての幸せになるわけですよね。例えばこの動画を見ていただいている皆さん、多くの方半年前、ちょうど半年前っていうと9月頃ですか、9月、秋ですね、食欲の秋。あの頃だとまだご飯とかね食べに行ける時だったはずですから、一緒にみんなでご飯食べに行ったりですね、一緒にお二人でご飯を食べに行ったり、まあどちらかドライブでデートをしたりですね、ある日は彼彼女お二人でですね抱きしめ合って、なんていうのかな、まあお二人が愛を育んでいたりですね、なんか彼がいるだけで、彼女がいるだけで、なんかこうほっと幸せだなって皆さん思っていたんじゃないでしょうか。そうやって思えたっていうのは、きっと彼彼女もですね、いやこれは絶対にお互いにそういうふうに思えていたから、お二人の幸せな時間、幸せな日を過ごされていたんだと思います。つまりですね、まあ今は自分の願望ですが、その願望を本当の本当に叶えたいと思うのであれば、必ず叶えていただきたいということです。くまじめに、なんかとりあえず寂しいからまあ復縁しとこうかなっていう方は、彼彼女に失礼なのでやめた方がいいです。無理に復縁を望む必要がないというか、ちょっと厳しいんですけど、別にそれを頑張って叶える必要ってないんじゃないのというふうに、僕は長い講師をやっていて思っています。本当に本当に彼彼女のことを思い、自分のその願望でその彼彼女を幸せにしたいな、彼がもう一歩楽しく楽に仕事行った後ですね、帰ってきた彼と一緒にご飯食べれたらいいな、なんかこう気がねふっと休める、そういう場所を自分が提供できたらいいな、なんかこう彼が一緒にいて、やっぱり君がいないよと、あなたしかいないよと、うん、君のことが好きだよと、こういうふうにですね言ってくれたら、あーそれでなんか嬉しいなって、今の自分の頑張りが彼が幸せになることで報われるんだったらって、こういう無常の愛と言いますが、まあ、そう思えるぐらいですね、まあ実際に思って、その彼彼女との復縁っていうのは活動していかないといけないなというふうに思いますし、その自分の愛をですね伝えていく上でも、自分が毎日毎日積み重ねていくことの大切さですね、自分が辛い経験を乗り越えてですね、その自分の願望を達成するということを、ぜひこの復縁を通してやっていただきたいなというふうに思っております。まあ、ここまで最後まで見ている方っていうのは、本当に真面目にですね、真剣にその彼彼女のことを考えて復縁を目指していただいている方なんだと思います。ですからこの動画をここ最後まで見ているあなたには、絶対に復縁をしていただきたいんです。必ず復縁に成功すると、実際に成功する方法があるわけですから、これを実際に皆さんがご活用していただいてですね、短期間で成功していただくということを、ぜひですねこの動画を機にもう一回ちょっとこう、あ、こういう成功者さんもいるな、まあこういう成功のポイントがあるな、なんかそんな風にですね、この感想文から受け取っていただいて、皆さんが使っていただけたらいいのかなと、幸いかなと、こういう風に思っております。ちょっと話がね、感想文を今日は紹介したいなと思って撮ったんですけれども、まとまっていなくて、皆さんに伝えたいことが 30% か 20% ぐらいしか伝わってないかなと思ってるんですが、本当にね、自分が思うその望み、お相手をただ一生懸命好きでですね、相手を本当に幸せにしたいな、二人でまた一緒にニコニコ笑うその一日を取り戻したいなって思うことに何の罪もないんです。あなたのその本当にですね思う願いを叶えると、そのための努力やそのための自分が頑張ることだけは見失わずにですね、ぜひその目標にまっしぐらでまっすぐ進んでいただければと思っております。あなたは復縁ができます。もうこれはこの動画を見たね、あなたに保証したいと思います。ぜひですねそう思って、ご自身の活力にして復縁活動に向かっていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございます。橘事務局の中川敦史からお届けいたしました。